アブハズ語は、ジョージア国内のアブハジア自治共和国で主にアブハズ、人によって話されている言語である。アブハジア内の話者数は約10万人。系統的には、北西高ーカサス語族に属する。この語族に属する言語には、他に北高ーカサスに分布するアバザ語、アディゲ語、カバルド語がある。なお、トルコ国内で話されていたウビフ語も同じ系統であるが、 1992年に死滅した。方言によって異なるが、60前後の死因を持つ。それに対して、母音,音素は公母音、A、都共母音の二つしかない。ただし実際には四科で六つの母音が現れる。文法面では、脳格言語であり、公着語である。名詞類の形態法が非常に単純であるのと、対照的に、動詞は、数多くの窃盗時や、 設備時による極めて複雑な派生、屈折を行う複統合的な面もある。14世紀から15世紀にかけてアブハジアから北へ移動したアブハズ人集団がおり、今日のアバザ人とされ、彼らはタバンタ方言を話す。さらに17世紀初頭にも北方へ移動したアブハズ人集団がおり、彼らもアバザ人とされるが、彼らはアシュハルア方言を話す。 アブハズ人は、歴史的に、アブハズアブハズ語の最古の記録として知られているのは、エブリアイ・フェンディによる聖波との雨で、奇妙で独特なアバザ人の言語を筆頭に5つの、コーカサスの言語を記録している。アブハズ語は、エブリアイ・フェンディの母親の母語であった。また、記録された言語の中に、サズ・アバザ語と記したものがあるが、これは、サズ方言ではなく、ウビフ語である。18世紀に、 ジェームス・ベルが1840年にアブハズ語の単語を記録しており、1887年にはピョートル・ウスラルによってアブハズ語始発となる文法書が出版されている。1989年の和社の文布は以下の通り、おおよそ以下の方言に分類される。アブハジア内では主にプズイプ方言とアブジュア方言と、で、方言の区別がある。標準語は、 アブジュア方言を元にしている。アブハズ語のシーンは非常に多く、アブジュア方言では五十八個、ブズイプ方言では六十七個のシーンを持っており、有声、無声、放出と公外化、新音化、平ら音の区別がある。一方、母音素は公母音、A と共母音の二つしか持たないが、これらの母音は J、W との融合などの影響で、音声的には O。 e, u, i が見られる。また、長母音 a, a と短母音 a は区別される。緑色の音素は、ブズイプ方言とサズ方言に見られるもので、アブジュア方言には見られない。青色の音素は、ブズイプ方言でのみ出現する。正門破裂音は、アブジュア方言の場合、Q のイオンとして現れる。例、あ、簡単詞の一つ。 アブハズ語では特定の条件下で無声音が有声音に変化する。基本的にー音表で対立している。無声音と有声音同士で変化するが、いくつか例外がある。ウスラルが提唱した聖書法の筆記体。主にキリル文字ベースだが、グルジア文字やらン文字級に似た文字が見られる。 ゼ税ーゼー1862年5月25日、グリアラが提唱した聖書法のブロック体。今日用いられるアブハズ語の文字はこの文字が改良されたものである。ゼ税ーゼー1892年9月18日、長く文字を持たない言語であったが、1862年にピョートル・ウスラルがキリル文字ベースの聖書法を提唱して、以降、様々な聖書法が提唱された。 1926年から1938年までは、ニコライ・マルによるラテン文字ベースの聖書法。1938年から1954年までは、アカキシャニゼラによるグルジア文字ベースの聖書法が用いられていたが、1954年以降は、現在に至るまで、コンスタンティン・マチャバリアニとドミトリー・グリアが提唱した聖書法をもとにした。 キリル文字アルファベットによって表記されている。ブズイップ方言を記載する際は、以下の表記が用いられることが多い。アブケイズエセナラグ、2019年1月15日、閲覧 AB 町田県監修、ニューエクスプレススペシャルヨーロッパの面白言語、柳沢民夫他編、白水社、2010年、10から27ページデュマジール、G1975 レベルブバイクンプリーマリー、 ナスヤナル、P17、ABCDEFG キーラバ、VA2003、アーブケイズ、リンカムヨーロッパ、AB キーラバ、VA1996、コモンウエストコーケジアン、キーパート、J1990、ザコーケジアンランゲージマテリアルインエベリアーセレビー、S、トラベルブック、ジョージ。ありがとうございます。